中卒下流国民くんと書かれた席札に俺は愕然とした。今日は兄の結婚式。兄は早くに亡くなった両親の代わりに親代わりとして育ててくれた人だ。兄にとって義父母になる人からよく思われていないことは分かっていた。だけどまさか晴れの舞台でこんなことをしてくるとは思わないだろう。社長、彼ら潰します？俺の近くでそんな言葉を放った人物がいた。俺の名前は久保圭介、30歳。交通事故で早くに両親を亡くしてしまったけど、13歳年上の兄大輝が親代わりとして育ててくれた。両親が亡くなって保険金が出たけども、親族にすべて巻き上げられたそうだ。法律に詳しければなんとかできたのかもしれないけど、その時の俺も兄も大人とは言い難く、周りの意見に流されるしかなかったのだ。保険金を巻き上げられたことが良くないことだと気づいたのは随分経ってからだった。そのためお金に困る生活をしていたけど、兄がバイトを掛け持ちして生活費を稼いでくれていたのだ。だけど現実は簡単ではなく、兄の稼ぎだけでは生活がおぼつかないことも事実だった。兄さん、俺は高校を辞めて就職するよ。何を言ってるんだ。今の時代高校くらい出ておかないと将来困ることになるんだぞ。兄は何度も俺を説得してきた。だけど俺も簡単に決めたわけではなく、何度も頭を悩ませて決めたことだ。別に俺は何かになりたいわけじゃないから。このままぼんやりと高校に通うよりは仕事をして家計の助けになりたいんだ。本音を言えば友達がいるから高校は辞めたくない。だけどそれ以上に高校を辞めたくない理由がないので仕事をしたいと考えた。ごめんな、兄ちゃんがバカだったから。兄は親族に保険金を巻き上げられたことをずっと気にしていた。あのお金があれば裕福とは言わずともそれなりの生活ができていただろうから。だけどそれはどれだけ悔いても仕方ないことだ。兄が悪いわけじゃない。ずる賢いことをした親族が悪いんだから。その後俺はとある工場で働くことになった。社長夫妻がとてもいい人で、事情を話すと親身になってくれたのだ。もともと兄の手助けをしたくて始めた仕事だったけど、意外に俺に合っていたらしい。22歳の時に仕事関係で知り合った女性、みちると結婚をした。苦労している兄より早く結婚するということに抵抗があったけど、俺の結婚を兄は誰よりも喜んでくれた。そして兄はといえば、自分たちの理不尽な生活を振り返って、法律で身近な人を守りたいと考えたらしく、弁護士の道に進んだ。難関とも言われる試験を突破して、今では多くの顧客を持つ有名弁護士だ。庶民の味方としてメディアなどで紹介されたこともあり、俺にとっては誇りでもある。圭介、俺も結婚を考えている女性がいるんだ。兄が照れくさそうに話してきたのは、兄が42歳になった時だった。どうやらずっと交際していた女性がいたらしいけど、仕事が忙しくて結婚を考える余裕がなかったらしい。だけど、ようやく仕事も落ち着いてきたこともあり、結婚話を進めているのだそうだ。兄さん、おめでとう。どんな女性なの？いや、なんていうか、メーカーのお嬢さんだから俺にはもったいないくらいでさ。今までは俺の親代わりとして、そして仕事で張り詰めた表情が多かった兄だが、照れくさそうに笑う。どうやら兄の相手は、国会議員の娘さんらしい。どうやって知り合ったのかと思ったけど、仕事関係で知り合ったそうだ。そういえば
兄は国会議員から依頼されて仕事をすることも多かった。もしかしたらそのうちの一人の娘さんなのかもしれない。今度顔合わせをすることになってるから、ケスケとミチルさんも一緒に来てくれよ。え、俺とミチルも？ああ、俺の唯一の家族なんだからさ。相手のご両親もぜひケスケとミチルさんに会いたいって言ってるんだ。普通なら両親が揃って挨拶をするのだけど、兄には家族が俺しかいない。だから先方の両親も気を使ってくれたのかもしれない。この時は深く考えずにそんなことを思っていた。そして顔合わせ当日、俺は慣れない高級料亭で少しそわそわしている。あなた、そわそわしすぎ。お兄さんに恥をかかせたいの？ミチルがコツンと肘でつつきながら呆れたように言う。そうなんだけどさ、こういう場所は慣れないんだよ。少しは慣れてもらわないといけないんだけどね。ため息混じりに言うミチルに、まあまあ、俺もこういう場所は慣れないからそわそわしちゃうよ、と兄が言う。お兄さんもこういう場所は慣れているのかと思ってました。前にケイスケからも言われたんだけどさ、俺としては格式ばったところよりラーメン屋の方が落ち着くよ。そう、兄はどれだけ有名になっても贅沢をすることはなかった。高級料亭なんて何度も呼ばれているはずなのに、俺と同じようにそわそわしている。お待たせして申し訳ないね。雑談をしていた時、兄の婚約者とその両親が入ってきた。それからはお互いに緊張しながらも話が進んだと思う。国会議員なんて会う機会もなかった俺は、終始口ごもってばかりだった。ある程度の話が終わった時、兄の婚約者であるゆかりさんの父親が小さな咳払いをした。大輝くん、ちょっとケイスケくんと話をさせてもらってもいいかな。はい、俺は構わないですけど。これから家族になるんだから少し話しておきたいと思ってね。奥さんのミチルさんだったかな。彼女も一緒に話してみたいんだ。兄は困惑したような表情でちらりと俺を見てくる。俺は大丈夫という意味を込めてゆっくりとうなずく。そして兄とゆかりさんが部屋から出て行った。俺は何を言われるかわからず、ドキドキして相手の言葉を待っていると、いやー、ケイスケ君も素晴らしいお兄さんを持って自慢でしょう。と、ゆかりさんの父親はおおらかに笑いながら話しかけてきた。そうですね。大輝さんからも伺っているんですよ。ケイスケさんがいたから今の自分はあるんだって、頑張れたんだって。ゆかりさんの母親もどこか嬉しそうに言う。兄がそんな風に言ってくれていたなんて知らなかった俺は、少し気恥ずかしくて下を向いてしまった。それで、ケイスケさんはどんな学歴をお持ちなのかしら。お兄さんが優秀なんですもの、きっとあなたも負けず劣らずなのよね。どういう意味でしょう。ゆかりさんの母親の言葉に、みちるが首をかしげながら問いかける。俺も突然学歴の話を持ち出されて、気恥ずかしかった気持ちが吹き飛んだ気がした。私は国会議員をしているだろう。調べてくれればわかると思うが、我が家は代々議員や医者を輩出している家系でね。妻ももともとは私の秘書として頑張ってくれていた人間なんだ。はあ、それはすごいですね。とでも言えばいいのだろうか。だけど、なんとなく求められている言葉が違うような気がして、俺は口をつぐんだ。それで、ケイスケさんはどちらの大学を卒業していらっしゃるの？ゆかりさんの母親がニコニコと笑いながら問いかけてくる。いえ、俺は中卒なんです。
高校も途中で辞めてしまって。俺が答えた瞬間、その場の空気が凍りつくような雰囲気がした。中卒？またまたご冗談を。そんな冗談は笑えませんよ。多少引きつった表情でゆかりさんの父親が言う。いえ、冗談ではなく本当ですよ。夫は高校を中退して。俺が困惑していると、みちるが説明しようとしてくれたのだが、ふざけるな。ゆかりさんの父親の怒声に、みちるの言葉は阻まれてしまった。あなたどうしましょう。まさか中卒が親戚になるなんて。ああ、もっとちゃんと調べさせておけばよかった。でも大輝くんは優秀だし、うちの娘にふさわしい男だったからな。呆然とする俺とみちるを置いて、ゆかりさんの両親はさめざめとした口調で言う。ちょっと失礼じゃないですか？確かに学歴は大事かもしれないですけど、それだけで夫を判断するのは。底辺男と結婚した女は黙っていろ。なあ、お前も底辺なんだな。だからその男をかばうんだろ。ちょっと待ってください。さすがに、みちるへの暴言は看過できず、俺が口を挟もうとしたとき、ゆかりさんの母親が鼻で笑ってきた。底辺同士かばい合うなんてね。あなたたち夫婦は、ゆかりと大輝さんと縁を切っていただけるかしら。どうしてですか？ゆかりさんの母親のあまりの言いように、俺も少し口調が荒くなる。どうしてですって？底辺が身内にいるなんて知られたくないからよ。良縁だと思ったのに。ああ、こんなものがついていたなんて。随分な言いようじゃないですか。みちるが反論しようとしたけど、俺は手を掴んで首を振る。ここで騒ぎを起こしたら、兄の結婚が破談になってしまうかもしれない。この両親はともかく、ゆかりさんはいい人だから破談になってほしくない。みちるには辛い思いをさせてしまうが、兄のために耐えてもらいたかった。みちるにも俺の考えが伝わったのか、怒りをぐっとこらえてくれた。底辺女はすぐに感情的になる。育ちが知れるな。ゆかりさんの父親が笑いながら言う。さっきまではおおらかな笑いに見えたのに、今はもう下品なものにしか見えない。その後、ゆかりさんと兄が戻ってきて、顔合わせ会はお開きとなった。顔合わせ会から家に戻った後、予想していた通り、みちるが怒った。どうして黙っていたのよ。あんなこと言われる筋合いないじゃない。そうだよ。あんな風に貶められるいわれはない。だったらどうして？兄さんのためだよ。俺自身も結構我慢の限界だったらしく、みちるの言葉に大きな声で返してしまった。普通だったら、あそこまで言われたらそのまま帰る。だけど、俺の起こした行動で、兄の幸せも壊れてしまう。これまでがむしゃらに頑張ってきた兄の幸せを壊すようなことだけはしたくなかった。俺の言葉を聞いた後、みちるは俺を抱きしめてきた。バカだね。だけど私はそんなバカなケイスケが大好き。ケイスケが我慢するって言うなら私も我慢する。多分。最後の言葉が不穏だが、とりあえずはみちるも我慢してくれるらしい。兄の結婚の日取りも決まった頃、兄が電話をしてきた。ケイスケ、顔合わせの時に何かあったんじゃないか？ストレートに聞いてきた兄に、少しドキッとしたが、俺はなんとかとぼけた。何もないならいいんだけど、顔合わせの後からお前の様子がおかしいなと思ってさ。そりゃ兄さんが結婚するからね。なんとなく寂しいなーって思ってるだけだよ。これも本音ではあるけど、俺の様子がおかしい理由じゃない。兄はまだ何か言いたそうだったけど、俺が何も言わないと分かって。分かった。何かあったらちゃんと相談してくれよ。
と言って電話を切った。ゆかりさんの両親に会うのは結婚式が最後になるだろう。それまでの我慢だと自分に言い聞かせ、怒りをこらえるようにぐっと拳を握った。そして結婚式当日。結婚式の内容はゆかりさんの両親がいろいろと手配をしたと聞いている。一人娘だし、こだわりたいんだろうと考えて、兄はあまり口出しをしなかったそうだ。俺たちの席は、前もって知らされていた場所に、俺とみちるの席がない。どうしたことだろうと思っていると、隣に立っていたみちるがため息をついた。あなた、私たちの席はあそこのようよ。かなり隅っこに、俺とみちるの席だけ用意されていた。しかも、その席札を見て愕然とした。中卒、下流国民くん。無礼にも程がある言葉が書かれていたからだ。俺たちの様子を伺っていたのか、ゆかりさんの両親が高笑いをしていた。その近くにいる議員親族席の人間たちも笑っているからグルなのだろう。式場のスタッフは何をしているのかと思ったら、彼らはおろおろとした表情でこちらを見ていた。つまり式場スタッフに無理を言ってこんな席札を用意したということなのだろう。さすがは議員様だ。こんなこともさせるなんて。兄の晴れ舞台だから我慢しなければいけない。そう思うのにじわりと視界が涙でにじんでくる。あなた、ごめんなさいね。私の我慢が限界だわ。俺たちが席札に驚いている時も、式は速やかに進んでいて、次はスピーチの時間だった。ミチルはにっこりと笑うと、そのまま壇上へと向かっていく。おおい、あの女は何をしているんだ、止めろ。ゆかりさんの父親が慌てて言い、スタッフがミチルの元へと行く。私は社長の代わりに挨拶に来ただけですが。ぴしゃりと言い捨て、ミチルがマイクを取る。親族スピーチではあるけれど、ミチルはあえて社長という言葉を使ったのだろう。本当は別の人間にスピーチを頼んでいた。俺の名前を出さないようにしたかったからだ。俺の名前を出してしまえば、ゆかりさんの両親が何をするかわからない。結婚式をダメにするようなことは省いた方がいいだろうと、みちると話し合って決めた。このスピーチは本来別の人間が行う予定だったのですが、急遽私が代理として読ませていただくことになりました。まあ、内容はガラッと変わりますけどね。社長、彼ら潰します?にっこりとみちるが言い、披露宴の場がざわつく。こんなおめでたい場で、こんなことを言うのはやめたかったんですけどね。新婦のご両親が私と社長に対して嫌がらせをするものですから、急遽このような手段を取らせていただきました。しんとした披露宴会場に、みちるの言葉はやけに響いた気がした。新婦のご両親、あなた方が中卒だと馬鹿にした人間がどんな相手かわかってます?あなたの親族の会社ほとんどが取引をしている会社の社長ですよ。そんなはずがないだろ。中卒なんかが。実は、ゆかりさんの両親には黙っていたが、俺はとある会社の社長をしている。最初に働き始めた工場の社長夫妻の会社だ。俺の代になってから仕事の場を増やし、大企業に並ぶほどまでになった。ただ、社長夫妻には子供がいなかったこともあり、会社を継いでほしいと言われたのだ。最初は戸惑っていたが、信頼できる君だからこそお願いできるんだと言われて、俺も覚悟を決めて大事な会社を譲り受けることにした。顔合わせ会の後に分かったことだが、ゆかりさんの両親の親族はほとんど俺の会社と取引をしている。みちるは俺の秘書をしてくれているので、いろいろと経営状況も分かっている。
特に一番大打撃を受けるのがゆかりさんの両親だ。俺が契約を打ち切るとなれば、ゆかりさんの両親は大きな損害を被ることになる。ゆかりさんの父親はもともと会社をしていたが、国会議員になった時から弟に経営を任せているらしい。その会社の一番の取引先が俺の会社というわけだ。ちなみにその弟という人はさっきの席札の件で俺たちを笑っていた。会場が暗かったから俺の顔が見えなかったんだろう。顔を合わせたことがあるんだからもっと早く気づいてもよかったんだけどな。あなたたち、ゆかりの結婚式を台無しにするようなことをして。ゆかりさんの母親が金切り声で叫ぶ。そんな母親の姿を見てみちるがにっこりと笑いながら、ああ、お兄さんとゆかりさんの許可はいただいていますので、と答えた。さすがにこれは俺も初耳で、俺はみちると兄を交互に見る。ここで俺とゆかりから話があります。兄がマイクを持ち、スタッフに何かを指示している。これは俺たち家族が結婚の前に顔合わせをした時の義父母の言葉です。そう言って会場に流されたのは、顔合わせ会の時にゆかりさんの両親が俺とみちるに言った言葉だった。途中からだったのは兄たちが途中から聞いていたからだろう。ゆかり、あなた何をしているの？やめさせなさい。ゆかりさんの母親が慌てて言うけど、ゆかりさんは首を振る。私は大輝さんが好きだし、大輝さんが大切にしている圭介さんのことも大事です。お父さんとお母さんは私にとっても大事な人を侮辱したんですよ。大輝さんとも話し合った結果、私たち夫婦は両親と絶縁します。ゆかりさんのまさかの言葉に俺も驚いてしまう。俺が驚くのだから、実の親の彼らはもっと驚いたことだろう。本当はもっと早くにお父さんたちをいさめるべきだったのに、私がいろいろと悩み続けたせいで、今日というギリギリになってしまったんです。お父さんとお母さんが今日の結婚式でちゃんと謝っていてくれたらよかったのに。謝るどころかあんな席札を用意させて。圭介さん、みちるさん、本当にごめんなさい。結婚式で新婦が謝罪をするなんてどれだけ辛いことだろう。一生に一度の思い出のはずが嫌なものになってしまったのだから。気まずそうにしている式場スタッフを見ると、兄とゆかりさんには席札のことも伝えていなかったんだろう。あの両親のことだから、兄とゆかりさんに嫌われたくないから伝えていなかったんだろうということは簡単に予想できた。さて、このような結果にはなってしまいましたが、私たち夫婦と大輝さん、ゆかりさんとは今後も仲良くさせていただきます。ただし、私のことはともかく、夫をバカにした人たち、笑い者にした人たちは覚悟なさってくださいね。私は夫ほど優しくないので。こうして兄の結婚式は波乱なものに終わってしまった。結婚式が終わってから、兄とゆかりさんには何度も謝られたけど、二人が悪いわけじゃない。俺はあの両親とゆかりさんは別問題として考えているから、あの両親のせいで関係を悪くするつもりはない。ゆかりさんの両親は何度も俺に謝罪をしてきたが、俺は受け入れなかった。みちるのこともバカにしたからだ。それに中卒だとバカにした男の会社の代わりなんていくらでも見つかるだろう。まあ無理だと思うけど。この業界の最大手は俺の会社と言われるほどに成長しているから。俺の会社と取引ができなくなったせいか、ゆかりさんの両親の親族の会社は経営不振に陥っているらしい。そしてあの両親の願いを聞き届けた結婚式場も数ヶ月後に亡くなったそうだ。どうやらこちらは兄とゆかりさんが動いたようだ。後から分かったことだが、
豪華なだけであまり評判が良くなかった式場らしい。そんな場所で結婚式をした兄たちが不憫だなと思ったけど、今度小さなレストランを貸し切って結婚式のやり直しをすることにしたよ。ケスケとミチルさんにも出席してほしい。と兄から連絡を受けた。ゆかりさんはやり直しをしなくていいと言ったらしいが、兄がどうしても結婚式をいい思い出にしたいと言い張ったそうだ。俺も兄も奥さんには恵まれている。いろいろとあったけど、今の恵まれた環境を大事にしていこうと思った。